になりました。ミュージックライフチャンネル、イエーイ。はい、この YouTube では新興ミュージックから出版されている書籍などの紹介をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、それでは本日紹介するのはウクレレソロで弾く人気ヒット&J-POP ソングス第2回目です、イエーイ。はい、今回もですね、ワンポイントレッスンや素敵な演奏を通してウクレレの魅力をお届けしていきたいと思います。それでは本日のゲストにギタリスト、ウクレレ奏者の岡村明義さんをお招きしております。それでは岡村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、今回2回目になるんですけども、ウクレレという楽器を演奏する際の基礎を伺いたいんですけども、うん、ウクレレで弾くスケールを教えていただけたら嬉しいです。はい、まあ、ドレミアソラシドやったことも、はい、まあ、ドからを覚えてもらいます、ね、3弦の0、1です。3弦の0フレット、何も押さえてない、はい、ですね。ここがまあ主体と、はい、ここからで、ファッソ、フラッソ、こうなってます。はい、で、最初のドの1オクターブ上が最後のド、はい、ね、チューニングも合ってるかなってことでよく使われたりしてますね。あ、チューニングを確認する際、はい、そうですね、はい、はい、あれですかね。そして、本日はですね、あの米津玄師さんのピースサインを演奏していただけるということなんですけども、この曲を弾くにあたっての、はい、ワンポイントアドバイスをもらえますか。ですね、これインプロとかで、まあ、単音のエレキのエレキだとか単音のメロディーとか出すので、ここは、まあ、比較的ウクレレの単音で弾こうかなと思ってます、はい、こういったやつですね、はい、でですね、みんなここら辺でやってしまうと締まりが悪くなるので、サビに向かってはミドルポジション、5フレットとかね、この辺まで持ってて、こういう広がりを、まあ、あえてつけました。ありがとうございます。それではですね、本日このピースサインを演奏していただけるということなんですけども、こちらウクレレソロで人気ヒット&J-POP ソングスの中に掲載されています。それでは米津玄師さんでピースサインどうぞ。今も作ってるんですけども、すでに発売されてるのが去年の末に出しましたオリエンタルビーフ、
まあ、自分の聴きたい曲をね、いろいろ詰め込んだ10曲入りなんですけども、配信用に、スタンダードのダニーボーイなんかもね、ハーモニカとギターで付け追加してますので、ね、そちらもぜひよろしかったら、配信等で聴けますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回のゲストはギタリスト、ウクレレ奏者の岡村明義さんでした。ありがとうございました。